人生の総資産を増やすグレートインベスターへの道。こんにちは、道代です。今回ですね、また質問にお答えしていきたいと思います。今日の質問はズバリですね、失敗するのが怖いんですっていうですね、そんな質問をいただきました。失敗するのは怖いんですけども、どうしたらその恐怖を乗り越えることができるんでしょうかというですね、質問なんですね。まあ、失敗って聞くとね、すごいこうネガティブなイメージがある人もいるんじゃないかなと思いますし、まあ、僕自身ももともと失敗するのがですね、すごい嫌だった、失敗するのが怖いっていうのがね、すごい、あったんですね。でもある時を境にあんまり失敗すること自体は気にならなくなっていた。むしろその失敗をすることによってですね、そこから人生の流れが大きく変わっていくという経験を、たくさんするようになりました。なんでそうなったかっていうとなんですけども、そもそもその前にね、失敗とは何かっていうことをね、理解することが大事なんじゃないかなと思います。投資っていうね、くくりで見ても、失敗ってあるじゃないですか。じゃあそもそも失敗って何なのか、それを理解した時に、あ、なんだ、失敗って怖くないなっていうふうにね、思えるようになっていくものです。最近ですね、僕動画の方でミスターステップアップ、大学受験塾ミスターステップアップの話をですね、最近よくしてます。3月は卒塾シーズン、そして大学合格のシーズンなので、その話題が結構多かったんですけども、例えば大学受験で言ったらですね、東京大学の理科一類ですねに合格する人たちって、基本的にね、めちゃめちゃ頭いいわけじゃないですか。僕なんかはもう絶対多分今から勉強しても、いやどうですかね、てかもともと受験勉強ね、そんなまともにやってこなかったので、東京大学理科一類に入る感覚っていうのは正直わかんないんですけども、でも一般的にはかなり偏差値高いですよね。でもですね、そんな人たちでも実際の試験本番では正解率ですね、半分にも満たないんですね。実は東大に入るような人でさえ試験半分もですね、正解できなかったり、それでも東京大学の理科一類に入学することができるっていうことですね。半分っていうことは、半分は正解だけども半分は不正解っていうことですよね。そういう世界なんですよ。受験だけではありません。もしかしたらね、野球ご存じない方もいらっしゃるかもしれないんですけども、阪神タイガースで、元プロ野球選手でね、今岡選手という方がいました。今岡選手ですね。で、もともと野村監督が監督をしていた時ですね、今岡選手っていうのはあんまり実はですね、目が出なかったんですよ。プロ野球選手としてあまり目が出なかった。その後星野監督になり、そして岡田監督になってから急激にですね、今岡選手は目が出始めたんですね。岡田監督になってから首位打者になり、そして天才今岡と呼ばれるようになりました。その今岡選手はその後ですね、ロッテの確か2軍の監督になって、若手のですね、育成をしていくわけですけども、その時にその若手の選手たちに対してどういうことを言っていたのか、こんなことをですね、言ってたんです。それは、野球っていうのはもう失敗しかないよって、ほぼほぼ失敗しかないんだよっていうことを熱くですね、語っていたそうなんですね。で、これはね、まさにもうその通りだなと思ってて、で、野球って、例えば打率が3割とかいったら、結構いい方じゃないですか。3割ということは、逆に言ったら、逆の視点から見たら7割打ててないってことなんですね。7割は失敗してるわけですよ。でも3割はヒット打ってるということは、7割失敗してる。ほぼほぼ失敗っていうのはそういうことなんですよね。例えばトレードにしてもそうです。トレードでも例えば勝率5割って聞いたらちょっと低い感じするじゃないですか。勝率 50% って聞いたら。でもトレンドフォローの手法とかだったら全然勝率 50% とかってありえるんですよ。もしかしたらもっと低い可能性もある。勝率が 40% ぐらいしか出ないこともあったりします。でもそれでも、勝率 40% ってことは10回やったら6回は損切りになるっていうことですよね。でもリスクリワードですね。リスクリワードが例えば2対1とか3対1ぐらいあれば、仮に勝率 40% でも十分プラスを出すことはできる。しかし勝った負けただけを見たら、ほぼほぼ全体の6割は負けてるってこと、負けの方が多いってことなので、失敗だらけ。そういう視点で見たら失敗だらけです。野球も7割は打てない、失敗3割ぐらいしか打てないということは、いやもうね、受験も野球もトレードも全部そうなんですけど、人生ってもうね、ほぼほぼ失敗で出来上がってるってことです。なので失
敗を恐れる必要は全くないですし、失敗して落ち込む必要も全くないです。というもね、僕自身も今でも毎日ですね、失敗しまくってます。日々ですね、失敗し、そこから学び、再び立ち上がりですね、自分で言うのもあれですけど頑張ってます。何が大事かって言ったら、これはね、いつも動画でお話をしていることなんですけども、いかに昨日よりも傾きをプラスにするかなんですね。昨日よりも今日少しでも傾きがプラスになっているのか、いや、もしかしたら昨日よりも少し下がっちゃう日もあるかもしれないですよ。失敗したらね、うわ俺また失敗したわっつって落ち込むこともあるかもしれない。でも例えば月単位で見たら、先月よりも今月の方が傾きは上がってるっていうような、1週間1週間毎月毎月を過ごしていけるかどうかっていうことがとっても大事なんですけども、その時に鍵になるのは何かって言ったら失敗なんですよ。失敗をした時に人は本当の意味で学ぶことができるし、失敗の方が記憶に残るんです。僕自身もこれね、少し前の動画でもお話ししたんですけども、自分が本当に変わるきっかけになったのって、ああ本当自分、ああやっちゃったなとか、ああ失敗したな、ああこんなんやったらもう俺もうなんか立ち上がれないわみたいな、そういうね、一見悲しい記憶なんですよね。悲しい記憶というか出来事、それをきっかけに、ああもうこのままじゃダメだなって、いや本当にここから俺頑張ろう、変わろうっていう風にある意味腹が決まり、そこから再び立ち上がったことによって、僕自身何回もですね、人生の流れが大きく変わっていく経験をですね、これまでしてきました。なので失敗そのものよりも、じゃ失敗した時に、じゃあ結局それをどう受け止めるのか、ああ俺ダメだったわ、やっぱ俺何やってもダメなんだ、それは言ったらですね、過去の延長線上からの捉え方ですよね。例えば今がここだったとして、それまでに生きてきた人生というものがある、それは過去ですね。じゃあこの過去からずっとバーッと今現時点まで来て、はい、じゃあ失敗をしましたってなった時に、過去からの自分のイメージで、印象でその失敗を見た時に、ああやっぱ俺は何やってもダメなんだっていうふうに捉えてしまう、それは傾きを下げていく生き方ですよね。その失敗を学びに変えられないような受け止め方になってしまう。それでは資産、人生の総資産、もちろんお金もです、お金も増えていかない。じゃあどうやったらその失敗をプラスに変えることができるのか、資産にすることができるのかって言ったら、その失敗からいかにですね、軌道修正をしていくのか、なるほどこうやったらダメなんだな、じゃあもしかしたらここをこういうふうにやったら次はうまくいくかもしれない、それを仮説推論法というふうに呼びます。その失敗から、あなるほどと、ここをもっとこうしたらもっと良くなるな、こうしたら改善されるなっていう、その失敗失敗をもとに軌道修正をしていくことによって、傾きは絶対にプラスになっていきます。ということを踏まえると、何が言えるかというと、成功ですね、成功と呼ばれるもの、これはどこから来るのか、それはちょっとこの辺に書きましょうか。失敗、そしてまた失敗、そしてまた失敗、この失敗の連続、この延長線上に実は成功というものはあるんです。失敗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 成功ってことです。もちろんですね、同時に成功は成功の母という言葉があります。小さな成功を積み重ねていくことによって大きな成功につながるっていうのはもちろんそうなんです。しかしその小さな成功に行くためには、最初失敗を乗り越える必要もあるってことですね。でその失敗をした時に改良を改善することが重要ですね。あこれをこういうふうにしたら失敗しちゃうんだな、じゃあこういうふうに軌道修正したら次はうまくいくだろうと思ってやってみて、あまたダメだった、じゃあもっと良くするためには、もっと良くするためにはっていうふうに続けていったら、いずれ成功するっていうことですね。なのでもうね、失敗を恐れないでください。人生は失敗だらけです。毎日生きてたらいろんなこと失敗しますよ。僕だってよくね、今でも嫁にね、奥さんに対して心ない一言言ってしまいですね、ちょっと険悪なムードになることもありますし、あこんな簡単なこと俺今でもミスるんだみたいなね、そんな単純なボンミスとかもあります。でもその度に、あまだまだだなと思ってね、自分全然まだまだできてないわと思って、そっから軌道修正してまた挑戦していく、そしてまた翌日挑戦していくっていうことを繰り返していく中で、
傾きはプラスになり、そして数ヶ月、半年、1年というスパンで見たときに、振り返ったら自分がスタートしていた地点よりもはるか高いところに行ってる。人生はね、そういうものだと思います。それは自分の人生の資産が増えてるっていうことですよね。ぜひぜひですね、なので失敗をただの失敗と捉えずにですね、それを傾きをプラスにしていくための燃料だと思って、ぜひプラスに変換していってもらえたらと思います。